はい、こんにちは。今日はですね、日本の重要な資産がですね、無断に海外へ流出してしまっているニュースについてお伝えしてまいります。まずはニュースを読んでまいります。日本農業新聞ですが、薩摩紅はるか無断流通、韓国で拡大、栽培面積の4割、輸出競合に懸念。韓国で日本のさつまいも紅はるかが無断で栽培され、広く流通している実態が明らかになった。すでに韓国ではさつまいも栽培面積の4割を同品種が占める。日本の農産物輸出の有望な品目品種であるだけに、国内産地からは海外に売り込む際、競合することを心配する声も上がっている。韓国への流出は、同国の農業者らが日本の産地を視察した際、紅はるかの種芋を無断で持ち帰ったのが原因とみられる。2015年頃から南部地域のチョルラナムド、ヘナム郡で栽培が始まり、18年には同国のさつまいも栽培面積2万753ヘクタールの4割に達している。現地で紅はるかは5キロあたり1000円から2000円と、日本産の日本国内での価格より安く出回っている。短期間に栽培が拡大したのは、韓国の公共機関である地方技術センターが組織培養を進め、海南1号として安価な苗を提供したことが背景にある。同国で種子を管理する機関である国立種子院にこうした状態をどう取り締まるかを電話取材すると、同院は担当者がいないためメールで回答すると答えた。しかし14日までに返事は届いていない。紅はるかは農研機構が開発し、10年に品種登録された。ネットリ系の代表格の一つとして、焼き芋ブームの火付け役ともされている。同機構によると、九州や関東のさつまいも産地を中心に普及し、ブランド化が進んでいる。今年1月から9月の日本産さつまいもの輸出額は前年同期比2割増の13億3700万円と伸長。今後も伸びが期待される輸出品目の一つだ。このため、輸出に注力する産地からは種苗の海外流出に懸念の声が上がる。関東の産地関係者は、ネットリ系は海外でも需要が高まっている。将来的には韓国産と競合してしまう可能性があると問題し、国には有効な対策を取ってほしいと求めている。農水省によると、9月に行った調査で、韓国や中国に紅はるかの苗が流出していることは確認している食糧産業局という。ただ現地での栽培の差し止めや損害賠償請求をするのは難しいのが現状だ。海外で育成者権を行使するためには、現地での品種登録が必要。ただ新品種保護に関する国際条約では、韓国を含めた多くの国で登録の出願要件が譲渡が始まってから4年以内とされているため、紅はるかは期限を過ぎており、品種登録ができない。海外への持ち出しを規制することを盛り込んだ種苗法の改正については現在国会で審議している。で、この種苗法とはですね、種類として知的財産法となります。で、ウィキペディアですが、種苗法平成10年法律第83号は、植物の新品種の創作に対する保護を定めた日本の法律。1998年5月29日に公布された。植物の新たな品種、花や農産物などの創作をしたものは、その新品種を登録することで、植物の新品種を育成する権利、育成者権を占有することができる旨が定められているということですね。そしてですね、この種苗法改正案が衆院で可決しました。ブランド農作物の海外流出を防ぐことを目的とした種苗法改正案が重要なのか、衆院農林水産委員会で立憲民主共産両党を除く与野党の賛成多数で可決された。中略しまして、採決に先立ち、この日の委員会では、野上農水省が知的財産を守り、地域の農業の活性化に資するものだと意義を強調した。反対する立憲の亀井議員は、許諾料が発生すれば小規模農家は不安になるなどと述べた。改正案は日本国内で開発され、国に登録された高級果実などの種や苗木について海外の無断での持ち出しを禁じる。開発者は国内の栽培地域を指定できる。農家が自らの栽培のために枝分けなどで種苗を作る自家増殖をする際には、事前に開発者の許諾を取ることを求め、種苗の管理を強化する。菅政権は農作物の輸出を成長戦略として重視する。長い時間と資金をかけて開発した品種は知的財産であり、流出防止策などの保護が必要だと主張している。日本国内で開発された高級ブドウやサクランボなどの種苗が海外に流出し、アジアで格安販売される事例が相次いだ。安価な作物が第三国へ輸出されれば、成長戦略の一つにしている農作物の輸出に痛手になる。ですので、こうしたことからですね、日本の重要な知的財産ということを守るということが早急に求められていると思います。で、他にもですね、日本の場合はイチゴなどもですね、被害に遭っております。農水省の資料によると、1990年代から被害に遭ったのは、愛媛県産のレッドパール、静岡県産の秋姫、栃木県産のとちおとめの3品種、
日本の個人業者や自治体が一部の韓国の育成者に個人栽培を許可したところ、現地で外部に流出し無断で栽培されるようになった。さらにはこれらのイチゴが日本に逆輸入されるケースも目立った。あるいはですね、日本でも人気の高級ぶどうシャインマスカット、平均糖度19度の甘さが特徴で、日本の研究機関が30年かけて開発した、まさに日本が誇る品種だ。しかしですね、韓国でこの日本のシャインマスカットの無断栽培がされているとするですね、報道があります。日本のシャインマスカットの苗木が流出し、韓国、中国で栽培されるようになった。すでに香港、タイの市場では中国産と韓国産が、マレーシア、ベトナムの市場では韓国産が販売されているのがそれぞれ確認されているということなんですよね。しかし韓国ではですね、このシャインマスカットを栽培するのは違法ではないという主張がですね、韓国側ではされております。で、それはですね、実はシャインマスカットを開発した日本の農研機構は2006年に日本で品種登録を実施、その際輸出を想定していなかったため、海外での品種登録を行わなかったのだという。海外での果物の品種登録は国内での登録から6年以内に行うことが国際条約で定められている。そのためすでに申請期限を過ぎてしまった今、開発コストを全く負担していないにもかかわらず、韓国ではシャインマスカットが作り放題となってしまっているのだ、まあ、このように報道されております。ですので、この日本の農業あるいは企業などがですね、長い時間と資金をかけて開発した品種というのは、この知的財産ということですよね。そしてこの海外への流出防止策というのはとても重要だと思います。日本の農家の努力を守りまして、海外に無断で流出しないようにする政策、そして海外で無断で栽培されないようにするということが早急に求められていると思います。ありがとうございました。ネット大衆紙ブルーカラーではメンバーシップ機能を開放させていただきました。メンバーになってもならなくてもブルーカラーの動画は今までと変わりなく無料でご覧いただけます。今回のメンバーシップの意図はですね、純粋にブルーカラーの活動をご支援いただくものとしてご理解いただければ幸いです。考え方としては投げ銭スーパーチャットと同じような考え方です。僕の動画に対して皆様それぞれの価値観に基づきご支援額を選んでいただければ幸いです。またメンバーシップはいつでも解約が可能です。ブルーカラーのメンバーシップには月額390円から1190円の5つの料金体系がございます。現状支援額による特典の差は設けておりません。パソコンからメンバーシップの手続きをするにはですね、このメンバーになるのボタンをクリックしていただきます。そして料金を選んでいただきまして、メンバーになるというボタンを押していただきます。その後お支払い方法を選択いただきまして、購入ボタンを押していただければ手続き完了となります。スマホから行う場合もほぼ同様の手続きとなります。ただ iPhone の場合はですね、このメンバーになるのボタンが出てこない場合があります。ですのでこの動画の概要欄にですね、メンバーシップ手続きへのリンクを貼らせていただいております。そちらのリンクをクリックしていただければ、あとは流れに沿ってメンバーシップのお手続きがしていただけるようになっております。今後ともネット大衆紙ブルーカラーをよろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。